ー、とこれとあとは What else? That's it. Oh my god. So okay, come this way. I want cereal again. Cereal, yes. Which one? The chocolate one? Okay, that's good. That's enough. Okay. Let me get them now. That's good, Mom.フルーツは？フルーツケ食べて。Can you eat the fruit? I'm gonna eat a little bit. That's good. Okay, I'm gonna put it right here, okay? No. Right here? You. I'm gonna... No, this one. Don't touch it. I'm gonna put it in a little bit. These are yummy. I liked it. Get a little bit. That's good. Okay. What else? Huh?Let me help you. Come here. Oh. ここら辺は? Rice 食べる? No, thank you. No? No. I don't know. Watch out, watch out. これ waffle あるよ. Woo! You want to get a waffle? Okay.はい、こんにちは皆さん。この日の Vlog はですね、東京に着いて3日目、ディズニーは2日目で、ディズニーランドに行く日の Vlog だったんですけど、このステイしてたホテルのね、朝のバッフェがとても良かったので、ちょっとビデオ撮らせていただいたんですけど、見てください、このバラエティ。さっき、選んでたのはフローレンス、娘と彼女のプレート一緒に作ってたんだけども、なんか本当にいろいろあったんですよ。まあもちろんケーキから始まって、で、シリアルとか取って、フルーツとかもふんだんにあって、でパンケーキとワッフルは、毎日日替わりであった感じで、でね、ペーストリーもたくさんあったし、でこういった感じでもう衛生面っていうのがものすごく厳しくって、何を触るにも手袋をしてくださいっていう感じで書いてあったんだけど、私がこの一番気に入ったのはこのエリアですね。このひじきのさ、炒め物、あえ物とか、なんかかぼちゃの煮つけとか、なんかね、そういうすごいものすごく日本な感じの朝ごはんのエリアがあって、そう、この厚焼き卵もさ、大根を乗せてね、お醤油かけて食べたりとか、漬物もふんだんとあって、でここら辺はね、なんかご飯にかけるやつ、あとお茶漬けとか、あとおかゆとかもありました。ご飯ももちろんあったし、カレーもあったりとかして、で、あ、これはね、肉じゃがですね。肉じゃがと、あとお魚と、あとこれは照り焼きのチキンかな。そう、であとふりかけとか納豆とかもあって、もうすごく良かったです。もうなんかこのホテルを選んだのは、そのバッフェがあったっていうのと、あとまあなんだっけ、ディズニーのチケットが手に入るからっていうので選んだんだけど、子供たちはもう大満足の朝のビュッフェでした。お子様がいる方とか、あとこう年齢が幅広く、小さい子から例えばおじいちゃんおばあちゃんまでの旅行だったりするんであれば、選ぶ必要がそこまでない、たくさんあるから、いろんな種類が、なんでとてもおすすめです。これはね、これは持ってきたストローラーで折りたたみしやすいやつ。あっちはこれはホテルから借りたやつ、800円で1日。十分ご注意ください。はい、この日はディズニー2日目ということでですね、ちょっと昨日よりも余裕が出てましたんで、このあるでしょ、ディズニーの電車、ちょっと一番前に乗ってっていう余裕があったんですよ。一番前に乗って全部を見てですね、でそれでディズニーランドに着きました。私と娘はその先日にディズニーシーに行った時にミニーちゃんの耳を2人で買ってたので、先日同様に
この日もミニちゃんの耳をつけて、ちょっともうそういった雰囲気からも味わう感じで気合を入れてったんですけど、入ってすぐこのねクリスマスツリーにはうわーと思って感激しました。それで一番初めにね、もう乗る乗り物を決めた時にエリソンが身長が足りなかったんですよ。なんで私とエリソンはこのレストランに行って、有名なお餅あるじゃないですか、その緑のやつ、あれをねずっと食べたいってアメリカにいた時から言ってたから、それに並んでそれを食べながら他のね2人兄弟が乗り物乗ってんの待って、でその後どこに行ったかな、トゥーンタウンか、トゥーンタウンに行って、で下の2人はそこで遊びつつ、やっぱり前日に結構アトラクション的なちょっと速いのとかちょっと刺激のあるようなやつを一番上のお兄ちゃんがね乗れてなかったんで、私と彼だけでこのビッグサンダーマウンテンを乗りに来ました。なんだかんだ1時間ぐらい待ったんだと思うんだけども、やっぱり1回のこのジェットコースターに乗れる人数が多いし、2つ走ってるから進むのは結構早く進んで、まあ、でもなんだかんだ1時間ぐらい待ったんですよね。私も小さい時からこういうアトラクション速いやつ、ジェットコースターとか大好きだったから、一番上のお兄ちゃんとキャメロンと一緒に楽しめてすごい良かったです。それでね、このアトラクション私とキャメロンが行ってる間、旦那はもう大変ですよ、下の2人を一人で見なきゃいけなかったからすごい大変だったと思います。もうトゥーンタウンに残して私たちはもう行ってしまったからもうね大変になることは分かっていたんだろうけど、まあ、やっぱりねお兄ちゃんのやりたいことも尊重するにはこうするしかなくてですね、でもとても良かったです。それでこのあとみんなでこうミッキーのお家とかはね中は入らずに横切ってって、でそうだ家族みんなでちょっと子供用のジェットコースター、小さいジェットコースターあるじゃないですか、それ乗ったりとか、あとチップとデールのお家連れてったりとかしてたんですけどね、もうそのぐらいになったらね旦那がトイレに行きたいとか言って、で私がこの自分の子供3人を一人でねこう見てたんだけども、なんかいろいろ始まったんですよ。なんかなんだっけ、疲れたとか、ここでもっと遊びたいのにとか、でも一人はあっち行きたいとか、そんな感じでだんだんこうなんかわかる、なんかそういうのが始まっちゃって、私一人でもうヒーヒー言ってて、そんな感じで大変でございました。そんなもんよね、ディズニーランドっていうのはね、小さいこと行くとね、まあ、分かってたんですけどでもやらなきゃって思ったわけですよ。思い出になるじゃないですか。だからね、子供連れてのディズニーランドとか遊園地とかね、本当にね、ご両親頑張ってる、みんな頑張ってる、もうね全然楽しめないよ私たちは忙しすぎてね。だけど子供のためにやった感がすごいあるね。だからこの後ホテルに帰ってビールを開けて飲むっていうね、もうそのはい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 、来ました、ショー来ました。これはすごく見れてよかったと思って、一番初めにまずミッキーが来て、でその後こういろんなキャラクターが来たんだけど、娘はねやっぱりプリンセスを見たかったから、全部のプリンセスは出てこなかったんだけどね、でもちらほらディズニーのそのプリンセスたち出てきたんだよな。だからすごい良かったですよ。でこの後に3時台から始まるクリスマスのショーはなんと私たち見ないで帰ったんですね。っていうのもお腹が空き始めて、でなんかとても寿司が食べたいと子供たちが、で この日その東京に着いて3日目で、そのもうハワイにいる時から回転寿司をずっと食べたいって私たちは思ってたわけですよ。ずっと食べたい、日本に帰って回転寿司をまず食べたいみたいな、回転寿司じゃなくてもいいからとりあえず寿司を食べたいってなってて、でそれでもうこの3日目でもうなんかだんだんしびれが切らしてて、みんなもう寿司食いてみたいな。でディズニーランドの近くとかはねやっぱりないし、ディズニーランドの中でも寿司見つけるのは難しいから、結局そうですね、その3時にもなる前に
出て離れて、とりあえずまあ夜戻ってくるかなんて言いながら出て、でちょっと一駅先の浦安の方かなに行って、でがっつりもうがっつり寿司食ったんですわこの後で、それでそしたらもうね、満足しちゃって、でその後なんか近くにあったその同じ寿司があるそのショッピングモールの中にあったゲーセンっていうのに初めて行って、でそれでなんかあのゲームセンターでね、子供はマリオカートやったりとか、あとはなんかそのあるじゃない、モグラ叩きみたいなやつ、あのワニが出てくるやつみたいなやつを私自分小さい時からやってたから、それをやらせてあげたいと思って、でそれでそう子供たちやっててね、すごい楽しんでて、でなんかちょっとコンビニとかにその時初めて寄ったのかな、でなんかちょっとちらほらなんかねつまみとかお菓子とか買って、でその後結局ホテルに戻って、でゆっくりしてたんですよ。時差ボケが結構みんなをヒットしまして、疲れがドバーっともうホテルに帰ったら出てきちゃって、なのでホテルについてる浴槽にしっかりとお湯入れて、で使って、もう本当にリラックスした2日目の夜ではございました。これめっちゃ楽しいよね。こんな感じの2日間ではございましたが、家族的にはまあ満足、楽しかったねって感じで、でこの日の翌日はですね、ホテルをチェックアウトしまして、私の地元新潟に新幹線に乗っていくわけなんですよ。なのでそちらのビログの方もぜひ楽しみにしていてください。ではまた次のビデオで会いましょう。バイバイ。